はい、皆さんこんばんは。今4時ねちょうどなっていたんですけども、更新はねまだありません。多分なんかこういう瞬間ねちょっと見たいので、もう今日ガッチャね、まあ、やりますけど、なんかその更新の瞬間ね、今日はアップデートもないんですけども、何もデータアップデートがないんで、もうそれ更新できる、すごいっすね。まあとりあえずもう見ていきましょう。今日ガチャで、まあ、もう紹介しましたけども、これはまあもう昔のキャラなんで、まあどうでもいいかなと思います。もしもらわなかったらね、ぜひご協力ください。まあちょっと一緒に試合して、新しいタックルね、まあ他の方にも、まあ、見せていただければと思います。If you have the new characters, please contact with me. We you can comment under the community or the video, and you have this character, I will battle with you. Please give me the time to battle with you, and I want to catch the video of the new skill, dear. Okay, let's check the data. I have tell you the data, dear. Also, this character is, is for the offense midfield. You have to put it on the defense midfield. That will have a great impact on the attacking midfield. Your permitted will plus 20%. He will not work hard on the F forward. So that's where the problem. まあ今回はですね、攻撃型のミッドフィルダーに対して、まあ 20% アップなので、まあタックルミンだし、まあ DMF の方が、まあ置いた方がまあいいんじゃないかなという、まあ感じですね。まあ守備型の、まあガルバンですね。まあめっちゃイケメンですね。今までのなんかおじさんみたいなやつ、いきなりなんか若返りというか、なんか、全然今までの雰囲気と違うやん。で、これなんですけども、絆あんまり、まあ、絆は3パワーはまあでかいんですけどね。相手ワンツーした場合はパラメータ、ワンツーすごいですね。ワンツーも、まあ、結構効くかな。ワンツーした場合はパラメータプラス 80% ですね。これは結構、ワンツーキラーですね。はい、でもディフェンダー何かまあちょっと足りないかなっていうまあ感じですはい、やっぱりOMF に対して有効なので、あとフォワードのワンツーだったらね、まあちょっとそれもまあワンツーというよりはまあワンツーもダメじゃないですか。ワンツーだったらドリブルするでしょ、ドリブルするんだったらタックルするでしょ、これちょっと難しいですね。まあちょっとやりにくい相手でもいいです。 So the one two is very difficult to pass through, so maybe you will use trouble, but his tackle is very strong, so it's difficult to deal with this defender. So, はい、まあ早速ね、まあ見ていきましょう。はい、まあガチャ、他のガチャあるかな。まあ右取り、まああるあるんですけれども、これ割といいかもしれないですね。いやー、これ。これちょっとやばくない？ So this character is not that good. I don't recommend you to do that. まあ他は？まあ今回はこのガチャだけですね。まあ、じゃあもうやりましょう。これ30連で、これ5、まあ単発と、はい、まあいろんなキャラね、まあ入ってると。じゃあ一発でやりましょうか。まあ別に何回もやらないといけない、まあ、キャラじゃないので、まあ、1回だけ。Today I'll just work only do once and do some level up for the character I have. じゃあ、まあ、早速やってみましょう。いや、ごめんなさい。もうないですね。これはもう、ありません。ありませんでした。ないよね、さすがにないよね、ない。 So I haven't got the character, and this character is not worth to get it. Of course, it's not that strong in their old character. Maybe he's the best Garbon in his Battleground series. Okay, but he's not best character in this game, I think. So don't need to do that more, I think. Okay, I will conserve my board to
the prepare do the preparation for the next characters. So what a shame, today I cannot get it. If you get it, please contact me with me and do the battle, and I want to show you the skill, the standard tackle. まあもしよかったらね、まああの私たちは私にあの連絡してください。あのね、まあ一試合やって、まああのまあ、動画ね撮らせていただけたらと思います。はい、今日はですね、一応もうあの前回の更新で戦災覚醒というキャラが出てて、新しいですね、そのマーカスもう結構ねやってなかったんですよね。これいろんなキャラがあるんだけども、これ戦災覚醒できるんですよ。このキャラも、まあ、以前は強かったんだけども、一応戦災のほどのスキルフィールダーで、スキル、まあ、フィールダースキルのが、まあ、なかったからね。今回は3つあるんですけども、ヒルナと欧州選手3人いると、デインプラ欧州ですよ、これ結構でかいよね。あと速度のパラ、速度パーのキラーとハイボール要求ですね。あー、まだ全、はい、残念ですけど物が足りないですね。まあ他にはもうあるかな。あ、これ実は今限界突破はかなり進んでるんで、まあ今日はね多分強いキャラまあ出てないから、チーム全体なんか改善されることはまあないと思います。データね一気に、まあ、高くなることはまあないから。これ結構古いキャラですね。なんか新しいキャラで俺忘れたやついるかな。お、これもびっくりやな。これはこれ結構溜まってますね。はい、お、これいや、これはちょっとね、まあ難しいかな。絆も、え、これも絆があるんだ、すごい。あ、でも火のもらわないといけないですね。これまだいろいろね、まあ特定のキャラをもらわないと、まあちょっとクリアしづらいステージもあるし、まあなかなか難しいというのもあるんですけども、まあ徐々にね、まあやっていくという感じです。はい、これもちょっと気になるんですね。これはは、い、これで、まあ、いいかな。これはまあいいですね。まあこれ結構まあ良かったかなと思います。もうでも欧州選手か、まあちょっと無理ですかね。まあこれはまあちょっとね、まあ難しいかもしれないけど、まあちょっとやってきていきも、ちょっとね、嫁はねすげえ怒ってるんだけども、子供に対してもう正直もうめんどくさいよね、もうマジで。まあちょっとごめんなさいね。もうカットしたくないわ、もうマジでカットしたいの、めんどくさいからね。はい、もうそのまま、まあ、やっちゃいましょう。怖っ、もう勘弁してくれよ、もうマジで。はい、まあ早速、まあどんな感じかな。はい、もう何も変わっておりません。何も変わらず、ちょっとマーカスね、もうもっとそう限界能力ね、アップできたらいいかな。ちょっとごめんなさい。限界突破。いけるかな。今日はスキルはもう無理ですね。シュート、まあ1万4000、まあ5000ぐらいも使わないといけないんで、これもうパワーはすごいですね。シュートやっぱり必要かな。あとはまあパスいらんわ。ドリブルいるかもしれんけども、あとパスカットかな。今日も動画もないしね、まあ、ガルマも間違いなく、まあ、弱いっていうのも
間違いありません、間違いありません。まあ結構高いね。まああのシュート9000はまあそこそこまあ強い。見てください、このパワーは1万ですよ、1万ですよ。まあもっとね、まああの生産力まだあるんで、まだねパワープラスされることもあると思うんで、まだあの限界じゃないんですね。まあ結構強いじゃないかなということです。あ、なんか、はい、まあちょっとこのヒューが今日上がったの、あ、これもしかして、え、能力、え、能力条件突破できないの、あ、すでにアップしたので、まあ9000、まあそこそこ使えるっていう感じかな。いやーこれ使えないな。まあでもまああんまり上げる価値がないんでね。はい、というところで、まあ今日は短いんですけども、まああのガルバンの紹介ね、前の動画も出してるんで、まあよかったらね確認してください。まあ今回のガチャはね、まあ普通はやらないね。まああの今日はね動画撮るためにやってるだけなんで、30枚ね、まあやって、まあ出てなかったっていうことになっております。じゃあ他のガチャやりましょうか、他のガチャやりましょう、他のガチャやっちゃいましょう。もうあ、まあ結構余ってるじゃん、これ27枚あるんだけど、もう9回だけね、まあまだ物足りないね。じゃあ前回ね、もうすげえキャラが出たんでしょ、まあ、こう2回だけ、まあ、やっちゃいましょう。黒 SSR、まあ、出なかったからね、まあ、出てくるかもしれないですね。まあもうないね。じゃあ全部使っちゃいましょう。あー、ない、はい、ありませんでした。じゃあポケットガチャ、まあ、ちょっと買いましょうか、ちょっと買いましょう。これどうかな、あーもう買えないですね、他も。おー、ちょ、はい、ありません、何も面白いことはありませんでした。まあという感じで、まあ今日終了したいと思います。はい、もう何もなかったんですけども、まあ今回はでかい更新じゃないんで、まあ多分先週の金曜日にはすでにもう一括で更新されて、あと時間来たらね、あのアップデートだけっていう話なんで、はい、今回のガルバンはもらえませんでした。まあちょっともらえないんですけどね、まあもらえてなかったっていうことですね。いや、毎回もらえたいけどね、難しいですよ、毎回もらうのも。お金かかるしね。データね、まあ、弱いやつ、まあ出やすいキャラかもしれないけども、やっぱりまあ強いキャラはね、まあなかなか、あの、まあ、多分調整されてるもん、これは間違いない。もう3年間、4年間、もう4年ぐらいもやってたらね、わかると思うんですよね。体感できるんですよ。強いキャラ出ないよ、まあ、普通はね。はい。まあ、こんな感じの、まあ、データですね。スタンピード、ダック。これは、なんか、アルセンジの巨漢 DF ガルバの必殺は相手の猛然とタックしながら狙いをつけて強烈なスライディングを浴びせて敵を豪快に吹き飛ばしてボールを、まあ大体こんな感じなんですか今まで、ね、そんなね、はい、というところです。あ、え、ガルバなのにディアス、はい、ということで、まあ、終了します。はい、今日はありました。まあ次の動画で参りましょう。バイバイ。